先輩です。ノクターン。いい子だよ、ノクターン。妙なペットを手に入れたのに、すぐに死なせてしまいました。助けた女性に興奮してるからよ。さて、今回はいよいよ、鉱山エリアのボスに挑みたいと思います。お、ついに。場所はかなり前に似ているものの、実際に戦うのは遅くなりましたね。その代わりだいぶ強くなったんじゃない？最初来た時とは別人のようだと思います。さてさて、武器はまあ探検でいいかな。これとか強いんだけどレベルが足りてないし、使いたい武器によって強化していく方向性を決めた方がいいかもね。そうなのかも。さあ行きますよ。どんなボスかな？確か虫とか言ってなかったっけ？ダイナドン。うわぁ、そういうタイプ。巨大なサイドワームみたいな。なかなかこれだけ数えると捕まえに全部倒すのは無理だな。そうよ。を倒してしまえばあとはやり放題だね。あれ？あ、斧を掃除したと思ったらまた外してる。回復が出るのはありがたいね。もう今すぐ助かります。いったー。アーマー破壊だって嘘でしょ。あれ、でも特に変わってない気も。そしてボスの攻撃で幼虫が倒れてるな。あと気のせいか、幼虫から出たハートでボスも攻撃してたんですけど。そうなの。今までも雑魚敵が回復してるような気がしてましたが、どうやら敵も回復しちゃうみたいです。それは痛いね。ただパターンは分かりました。あとは幼虫に気をつけつつ、画面端に入れば多分当たりませんから。ひたすらそこで攻撃だね。ああ、やっぱり回復してる。ほんとだー。まあ仕方ない。それ以上のダメージを与えていけばいい話。なんて声を出すんだ。甲高い断末魔だったね。そして下水道の鍵？これでまた新しいエリアが開かれたね。このようにして進んでいくんだな。鎧が壊れたって言ってたけど、ほんのちょっとステータスが減った程度かな。大した修理でもなかったね。他の方がむしろ消耗してました。安いものです。ついでに雑貨屋さんです。生命の光を買いたいところですが、その前に貝殻を買うのはどうだろう。何度も来るようなら先に買いたいところね。ほんのちょっと売れば買えそうです。よし、ギリギリ足りた。思い切ったね。でもこれでいつでも買いに来れます。ペットも蘇生させ放題です。まあお金のある限りね。これももちろん登録できるんだよな。やー素晴らしい。これは確かにすごいわ。よし、さすがにここで終わるのは早すぎたので、下水道も少し見てみましょうか。西部から一つ左の部屋です。え？巨大なモアイがいるんだが。モアイ？とりあえずそっちは後回し。なんだこれ？毒？ただのトゲ岩じゃないね。ひえ？重複する。ちょっと。どんだけ。ぐるぐる減っていく？さすがに危ないよ。癒しの力がすごすぎる。あれだけあった毒もすっきりね。それにしてもここ？なんですかこのモアイ。なんか生えてきた。リングって、ミラリウスですか？よく見たら右上に HP が出てるよ。あ、ほんとだ。しかも桃子だって。女の子なのかな？で、それはどうでもよくて。そうかボスか。最初からそこにいるパターンもあるのね。となるとまずはこっちに行くしかないな。問題はこいつの毒。さすがの槍のリーチでもダメか。小さいのはコウモリか。お、これならいいぞ。ヒット&アウェイなら攻撃してこない。コウモリは見えにくいんだよね。なんとなく羽ばたいているので判断します。これだけ拡大してもわかりづらいんだもんな。あちょ、回復を取られた。せっかく出てたのに。あの位置だと落ちちゃうかと思って。どんだけいるんだよ。コウモリもいっぱいいるとバカにならないからね。ヘビもいるか？終わった。音はやんだね。あ、上にまだ残ってるな。まあそれくらいは帰りでいいか。戦い方がわかったね。クオ？なんだ、遠くまで伸ばしてくるのか。油断ならないね。やられた。あれ？行き止まりだと？しかも明かりはこれで終わり。つまり基本的に隠し部屋はないということに。この右は怪しいけどねー。後々そこも叩こうとしてみましたが、特に何もありませんでした。ということはつまり、あのモアイをどうにかしないと、進むことすらできないというわけ？そういうことなんだ。さすがにボス連戦は大変なので、それはまた次回にしましょう。お楽しみに。ノクターン。またね、ノクターン。